皆んこんにちはただいまより2024プレナスなでしこリーグ開幕記者会見を開会いたします本日司会進行を務めます西辰彦と申します本日はどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございますそれでは初めに一般社団法人日本女子サッカーリーグ理事長高田春奈よりご挨拶を申し上げます皆さんこんにちは ええ今ご紹介いただきました一般社団法人日本女子サッカーリーグ理事長をしております高田ですえ本日はたくさんお集まりいただきまして誠にありがとうございますえいよいよ2024年のなでしこリーグが開幕をいたしますえこの開幕前2月28日にはなでしこジャパンが国立競技場で 今年夏に行われるパリオリンピックの切符を獲得するという日本女子サッカーの中では非常に嬉しい話題がありました。やはり2011年にナデシコジャパンが優勝して以来、日本の女子サッカーの強さというところは世の中の皆さんが知るところではあると思うのですが、なかなかいろんなスポーツが今出てきている中でニュースとしてこう取り上げていただく機会というものはあのなかなか。 減ってきている中で、あの非常に明るい話題だったなというふうに思っています。まあその中で、2021年に設立されたウィリーグトップリーグの方からも半数の選手たちが選出されて活躍をしてくれました。またナデシコリーグの二部にある JFA アカデミー福島を卒業した選手たちもそこで活躍をしていました。 まあ先ほどの映像にもありましたけれどもなでしこリーグの歴史イコール日本女子サッカーの歴史ということでそういったなでしこジャパンの強さというところにもなでしこリーグの存在というものがつながっているのだなということを改めて感じましたまたその後すぐに3月2日に WE リーグがウィンターブレイクを開けて開幕しましたけれどもそこでもなでしこリーグで活躍した直近 えー、3年の MVP の選手ですね杉田亜美選手大、えー、竹真由選手そして鈴木林選手、えー、皆さん、えー、活躍をして、えー、ウィリーグの中でもあの非常に活躍をされています、えーまあ、ウィリーグ自体は、えー、日本の女子サッカーの競技力向上というところで開幕してますけれどもそれに伴い日本の女子サッカー全体のレベルがあの上がってきているなというふうに感じていますなでしこジャパンが 代表でいろんな話題を日本中に提供してくれるわけですけれどもそういった中でも地域の中では身近な存在として自分たちの地域を盛り上げる女子サッカー選手がいるといったときになでしこリーグのクラブが日本中にあるということは非常に女子サッカーの発展においては重要なことだというふうに思っておりますし地域を盛り上げていく。 サッカーと幸せになっていくなでしこリーグというところで今後日常的にもジュースサッカーの話題を提供していく存在として選手の皆さんに活躍していただけることを心から期待しています今日は3月11日ということで東日本大震災の日ですあれから13年経ちますけれどもなでしこリーグ2部の方にあります JFA アカデミー福島は今年から 今まで拠点を静岡に移しておりましたけれども、やっと帰還をして福島で活動ができるという年にもなっております。そういった意味で、改めて地域の力になっていく、スポーツの力というところを見せていく一年にもなっていくかというふうに思っております。ぜひ皆さんと一緒に日本の女子サッカーを盛り上げていければと思いますので、今後ともよろしししくおお願いいいたまますす素晴らしいシーズンととなればと思っておりますので、えー、引き続き続よろしくお願いいたします。 以上私の挨拶とさせていただきますありがとうございました高理事長ありがとうございましたえ <laughs> それでは引き続きまして一般社団法人日本女子サッカーリーグ専務理事江川潤子より2024シーズンの概要についてご説明申し上げますえ一般社団法人日本女子サッカーリーグ専務理事の江川潤子ですどうぞよろしくお願いいたしますえー、まず 今シーズンなでしこリーグをご支援いただくスポンサーの皆様をご紹介したいと思います。トップパートナーとして株式会社プレナス様、オフィシャルスポンサーとして株式会社共立メンテナンス様、株式会社日本トリム様、オフィシャルメディアパートナーとして株式会社スポーツ日本新聞社様、オフィシャルサプライヤーとして株式会社モルテン様、 昨シーズンに引き続き、こちらの各社様のご支援により、今シーズンもリングを運営してまいります。パートナー各社の皆様、今シーズンも何卒よろしくお願い申し上げます。次に、今シーズンのリーグ概要についてご紹介させていただきます。2024プレナスなでしこリーグは、プレナスなでしこリーグ1部、プレナスなでしこリーグ2部の2大会を各12チームにて開催いたします。 1一部、2部ともに全12チームによる二リグ戦になっています。ホームアウェイ方式による2回戦総当たりで行い、全22節132試合を開催いたします。開催期間は、1部が3月16日土曜日から10月の20日日曜日、2部が3月16日土曜日から10月26日土曜日となります。 一部2部の入れ替え戦は一部11位チーム対2部2位チームのホームアンダーウェイ方式による全2節11月の2日の土曜日または3日日曜日と9日土曜日または10日日曜日で開催いたします2部入れ替え戦に関しましては2部11チーム12チームと入れ替え戦予選大会1位2位の4チームが参加し 2部11位チーム対入れ替え戦予選大会2位チーム、2部12位チーム対入れ替え戦予選大会1位チームの組み合わせをホームアンダーウェイ方式で実施します。それぞれ第1節を11月の2日土曜日、もしくは3日日曜日、第2節を9日土曜日、もしくは10日日曜日に行います。2部入れ替え戦への参加,選参加権をかけた予選大会は、 2部加盟基準に従い審査をし理事会にて承認された地域からのチーム最大8チームが参加し9月の29日日曜日から10月2日水曜日での開催となります続きまして表彰式です表彰式につきましては11月12日火曜日の開催を予定しております 日程等の情報につきましては、各チームの所属選手情報とともに、ナデスコリーグのウェブサイトでもご確認いただけます。また、あ書籍でございます。本日、全国の書店にて発売となる、ナデスコリーグ公式ガイドブックにも掲載させていただいております。なお、こちらのガイドブックは、各試合会場でも思い、お買い求めいただけますので、ぜひ、試合会場へ皆様もお足をお運びいただければと思います。 そして次に普及・育成に関してです。トップパートナーのプレナス様と一緒に取り組んでいます、アンダー1 5プレナスなでしこアカデミーフェスティバル2024、そしてプレナスなでしこガールズサッカークリニックも引き続き開催をいたします。アンダー1 5世代の選手たちのための大会、アンダー1 5プレナスなでしこアカデミーフェスティバル2024は、 四月三日の水曜日から四月五日の金曜日の三日間にわたり大阪府堺市立のサッカーナショナルトレーニングセンター J グリーン堺で開催いたします今回ウィギリーグからも二チームが参加となりますチーム間の交流また女子サッカー全体の強化にもつなげられればと考えておりますそして子どもたちを対象としたプレナスなでしこガールズサッカークリニックは 年内複数回開催予定にしています開催地開催日時等については決定次第追って発表させていただきます以上2024年のリーグ概要のご説明とさせていただきましたありがとうございました江川専務理事ありがとうございました ここからは開幕カードのご紹介それとともに各クラブの代表選手そして監督にご登壇いただいて意気込みを伺ってまいりますそれでは初めの対戦カードはこちらです3月16日土曜日アースケア四季島サッカーラグビー場13時キックオフバーニーズ群馬 FC ホワイトスター対日体大 SMG 横浜 マリーズ群馬 FC ホワイトスター大谷歩美選手清水清監督そして日体大 SMG 横浜渡辺浦良選手大月重久監督どうぞステージまでお願いいたしますはい、それでは選手揃っていただきましたので大谷選手渡辺選手に握手をお願いしたいと思いますフォトセッションという形になりますのでぜひカメラの方のご準備よろしくお願いいたします よろしいでしょうかありがとうございますさあいよいよやっぱりこういうふうに集まっていただくと何か緊張感がねより上がっていくような感じがありますけれども、えー、それではまずバニーズ群馬市ホワイトスター清水清監督お話を伺ってまいります、えー、どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします えー、それではですね、まず今シーズンのあのチームとしてのまあ、意気込みだったりあるいはチームとして目指す目標の姿こういったところからご説明お願いできますかはい、えー、今年度より監督をおせつかりました、えー、清水清志と申しますよろしくお願いします、えー、今年度、えー、バニーズ群馬ホワイトスターの選手は、えー、若返りを図りました、えー、若い選手が、えー、中心となって、えー、試合に臨んでいきますので 選手の個性を大切にしながらより選手が成長していけるようなチームを作り1試合1試合大切にもちろん勝ちを勝つことを目指して戦っていきたいとそういうふうに考えていますはい、えー、ありがとうございますそれでは選手にもお話を伺っていきたいと思いますバリーズ群馬 FC ホワイトスター大谷あゆみ選手にお話を伺います えまず、えーこのえー、今回の記者会見では皆さんに共通の質問をさせていただくんですが、えー、まず1つ目同じチーム内でこの選手はイチオシですという選手、えー、その理由を含めて教えていただけますかはいイチオシと一押しっていう選手ではなくてユースのこのチームでユースと育成で育った4名の選手がいるんですけれども。はい この地元のチームということでたくさんの応援もらってやっぱチームが苦しいときにチームのために全力で作ってくれると思うので期待しています、はいえー、バニーズは、ね、この育成のところからもしっかりと作っていくというスタイルを作っってていいらししゃいますさあそして今回、開幕の対戦相手日体大 SMG 横浜というチームになりますが相手チームの中で意識する選手いらっしゃいますでしょうか理由も含めて教えてください。 やっぱり渡辺選手です、ねおはい、何回か対戦したことがあるんですけどもやっぱりゲームの組み立てのキーマンとなるのが渡辺選手だと思うので、うん、と注意して試合に臨みたいと思います、はいえー、ありがとうございます、えー、そして大谷選手ご自身も、まあ、群馬のご出身ということでやっぱりこういう群馬の地元のチームでできるというところの喜びもあるんじゃないですかいかかがですかそうですすそうねやっぱり地元っていうところを力にして。うん 地元に根付くチームというか地域に応援してもらえるようなチームになれるように精一杯頑張っていいきたいです、はいえー、ぜひ群馬の皆さんには、えー、たくさんの応援をしていただきたいと思います、えー、では、えー、と最後にそのサポーターファンの皆さんに一言アピールをお願いいたしますファンサポーターの皆様いつも本当に応援していただきありがとうございます。 と二千二十四年のリーグも始まります。えっとたくさんより多くの方にですね、会場に足を運んでいただいて、私たちにたくさんのパワーを届けていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。えー、では続きまして日体大 S.M.G. 横浜大月茂久監督にお話を伺います。えー、大関監督、えー、今シーズンの意気込みそしてチームとしての目標を教えてください。はい、えー、日体大 S.M.G. 横浜監督の大月です。えー、今シーズンもよろしくお願いいたします。 チームとしてはなでしこリーグ一部優勝を目指してチーム一丸となって戦ってまいりたいと思います。チームの特徴としては学生主体のチームになりますので、えっと試合の結果だけじゃなくて内容も含めて選手が次のステージでも活躍できるように選手の育成も力を入れて頑張ってまいりたいと思います。ありがとうございます。 えー、それでは渡辺浦々選手にお話を伺います、えー、チーム内でこの選手一押しですという選手いかがでしょうかえっと一押し選手はフォワードの北澤亜美です、えー、昨シーズンはリーグ得点ランキング2で得点力がある選手なんですけれども、えー、守備の献身的献身性がすごく魅力でまた会場に来ていただければわかると思うんですけど明るくて元気なキャラクター もうとても魅力的です。ぜひ注目してみてください。はい、えもう本当に明るいキャラクターで、私も練習場に行ったらね必ず声をかける選手の一人です。ありがとうございます。え <laughs> そしてえ今回開幕の対戦相手バリーズに関してはどんな印象を持っていらっしゃるか注目したい気になる選手教えてください。え注目選手は高橋亜美選手です。え日体大出身で私が一年生の頃の四年生の先輩なんですけれども。 スピードのあるアタッカーなので注意して臨みたいと思いますはい、ありがとうございますでは最後に渡辺選手からファンサポーターの皆さんに一言メッセージをお願いしますファンサポーターの皆様いつも温かい応援ありがとうございます今シーズンまた新たに1年生が加わってチームを作っているところなんですけれども、えっと、前向きに 取り組む姿勢というのが私たちの魅力だと思っているので、ぜひ会場に足を運んでいただいて、えー、私たちのエネルギーを受け取っていただければなと思います。勝利目指して頑張るので応援よろしくお願いいたします。はい、えー、ありがとうございました。えー、開幕、えー、バニーズ群馬 FC ホワイトスター対日体大 SMG 岡浜、どうぞご期待ください。選手監督の皆様、ありがとうございました。 さえー、それでは続いての対戦カードをご紹介していきます。こちらです。えー、三月の十七日、日曜日、ヤマハスタジアム十三時キックオフ。静岡 S. S. U. ボニータ対オルカ鴨川 F. C. の一戦です。静岡 S. S. U. ボニータ塩沢優選手、本田みどり監督。そして、オルカ鴨川 F. C. 高塚綾音選手、柄島慶二監督。どうぞ、ステージまでお願いいたします。塩沢選手と高塚選手で、ごえ、えっ、ー、をしていただきましょう。 フォトセッションの時間になります。カメラよろしくお願いいたします。やっぱりこうやって対戦がね、あの決まるとより緊張感と期待感が高まります。はい、ありがとうございました。さあ、それではですね、お話を伺っていきたいというふうに思います。まずは静岡 SS ボニータ、まあ、お帰りなさいというふうにご紹介したらいいんでしょうか。本多緑監督にお話を伺いたいなというふうに思います。えー、意気込みお願いいたします。はい、二、えー、年ぶりに。 えー、帰ってまいりました本田です、えー、今回私は、えー、ジュビロ磐田と、えー、女子サッカースーパーバイザーという形で契約をさせていただきましてそこから出向という形でボニータの監督をさせていただきます磐、えー、田という町にさらに女子サッカーが根付いていくことそして、えー、老若男女ブルーのユニフォームを着て土曜日は J リーグ、えー、日曜日はナデシコリーグといった形で、えー さらに、岩田の町が女子サッカー含めてサッカーの町になっていくための第一歩をスタートさせたいと思います。たくさんの方に応援していただけるような、そして将来的に女子サッカーが根付いていく町として盛り上げていけたらと思います。また皆さんと一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 えー、それでは静岡 SSU ボニータ塩澤優選手にお話を伺ってまいります、えー、同じ質問です、えー、まずこのチームで一押しという選手理由も含めて教えてくださいはい、えー、静岡 SSU ボニータの塩澤です、えー、ボニータの注目選手は、えっとボニータその選手の個性が若い選手からベテランまで様々いるので試合会場と見に来ていただければ その選手の構成は分かっていただけると思うんですけど中でも、えー、ミッドフィルダーの梅津真央選手がいに注目していただきたいです、えー、梅津選手はまだ年齢は若いんですけど講習にわたって豊富な運動量で貢献してくれる選手で昨シーズン は一、えー、年目なんですけどチームの最多得点を上げている選手でもあるので今年も期待をしています。えー、そして対戦相手が、えー、昨シーズンの優勝チームオルカ鴨川 C になりました。えー、注目したい注意したい選手いかがでしょう。えー、オルカさんは昨シーズンの優勝チームということもあるので私たちにとってはオルカ鴨川さんの全選手。 が警戒すべき選手かなと思っていますはい。えー、では最後になります、えー、せっかくですのでチームのアピールをファンサポーターの皆さんにお願いしますえいつもたくさんの応援をありがとうございます、えー、今シーズン開幕戦はまず1000人集客というところを目標に今頑張っています、えー、ヤマハスタジアムのみならず様々な会場に足を運んでいただき 皆様とたくさんの喜びを分かち合えるようにチーム一丸となって頑張っていきたいと思いますので今シーズンも熱い応援をよろしくお願いしますはい、ありがとうございました、えー、それでは引き続きましてオルカ・カモガバ・カラシマ・ケイ監督にお話を伺ってまいりますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえでは新しい就任になりますけれども意気込みからお願いいたします今シーズンよりオルカ・カモガバの監督を務めさせていただきますカラシマ・ケイです 昨年10クラブ創設10年で初優勝して主力のフォワードの選手が退団してしまいましたが有望な若手の選手も新加入として入って既存の経験の選手と融合して攻守にバランスのとれたサッカーで優勝を目指して頑張ってやっていきたいと思いますので1年間よろしくお願いいたします。 はい、ありがとうございます。それでは高塚綾奈選手にお話を伺います。同じ質問です。チームの一押し選手教えてください。はい。えっと一押しの選手は今年から10番になった近藤愛子選手です。近藤選手は攻撃の選手ではあるんですけど、攻撃だけではなくて守備能力も高いので、今年のオルカにとってキープレイヤーかなと思っています。 はいえー、そして開幕の対戦相手ボニータに決まりましたけれども、えー、注意したい選手いかがでしょうはいえっ、ー、と注意したい選手は塩、えー、田選手ですはい、はい、えっ、ー、とあの守備の選手であると思うんですけど、えー、またあのビルドアップ面も含めてあの起点になる選手だと思っていますしああの私の一応後輩 でもあるので注目しています。はい。まあろんな関係性がねありますんで、そしてファンサポーターの皆さんに最後一言メッセージをお願いいたします。はい。いつも熱い応援ありがとうございます。今シーズンはチームの半分が入れ替わって新しいチームとしてスタートしたんですが、今シーズンも昨年同様 最高の瞬間を地域の方々とともに味わえるようチーム一丸となって戦っていきたいと思いますのでぜひ応援よろしくお願いしますはい、ありがとうございました今年は両新監督を迎えたチームです静岡 SSD ボニータそしてオルカ鴨川 FC 両チーム選手監督の皆さんに盛大な拍手お願いいたしますありがとうございました <laughs> さあ、えー、続いてのカードもご紹介をしてまいりましょう 続いては三月の十七日日曜日万博記念競技場午後一時キックオフですスペランザ大阪対日発横浜 FCC ガルズの対戦ですスペランザ大阪深澤理沙選手大野忍監督そして日発横浜 FCC ガルズ新井みどり選手石田美穂子監督どうぞステージまでお願いします えー、それではまず、えー、と選手の握手からねお願いをしたいというふうに思います、えー。深澤選手、新井選手でお願いいたします。フォトセッションの時間です。あ、<laughs> あそんな感じです。そんな感じです。一瞬ちょっとね <laughs> ドキッとしましたが <laughs> 大丈夫です、えー。フォトセッションの時間です。カメラの、えー、対話大丈夫でしょうか。はいありがとうございました。 さあ、えー、それでは早速ではございますけれどもお話をいろいろと伺っていきたいと思います、えー、まずはやはり注目は、えー、監督就任ということになりました大野忍監督に伺いたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますはい、スペランザー大阪の監督の大野です今期は結果にこだわり試合に勝てるチームを目指して頑張りたいと思いますよろしくお願いしますあの目指すチームのスタイルというのは大野監督ございますでしょうか 質問一つって聞いてるんです、ね、<laughs> はい何ですかもう一回お願いします目指すチームのスタイルはいかがですか目指すチームのスタイルはいでも恐らくもう攻守において攻撃的に行きたいなという感じですわ、はい、かりましたありがとうございますさあ、えー、それでは、えー、深澤選手にもお話を伺っていこうというふうに思いますけれども、えー、深澤選手、えー、まず、えー、同じ質問です、えー、この選手は一押しという選手とその理由を教えてくださいはい 一押し選手は今シーズンから10番を背負う三尾本選手です。技術も高くて若い選手なのでこれからがすごく楽しみです。はい。えー、そして、えー、対戦相手が今回一発横浜 FCC ガールズという形になりましたけれども、えー、対戦相手で意識する選手いらっしゃいますでしょうか。はい。渡辺選手、浦島選手、新井選手、元チームメイトなのでとても対戦を楽しみにしてます。はい まあ個人的にはやっぱり、ちょっと深澤選手も思い入れありますよね。どうですか。あ、思い入れ、思い入れ、思い入れ。思い入れ。はい、まあ、ね、そういう対戦するというところもあって。はい。はい、そうですね。やっぱ、あの、一緒に戦ってた選手なんで、違うチームになって、どういう、あの。対戦になるか、とても楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。えー、では、え、最後になりますけれども、え、ファンサポーターの皆さんに、深澤選手から一言お願いいたします。はい。 いつも応援ありがとうございます。私たちは2024年から河内長野市に拠点を移して新しくチームを作っていきます。少しでも地域の方々と共に勝利を届けられるように頑張りますので応援よろしくお願いします。 はい、えー、ありがとうございました深澤選手にお話を伺いましたさあ、えー、それでは続きまして日発横浜 FCC ガルズ石田美穂子監督にお話を伺ってまいります、えー、今シーズンの意識込みそしてチームとして目指す姿について教えていただけますか、えー、日発横浜 FCC ガルズ監督を務めます石田美穂子です、えー、今シーズンも私たちは優勝を目指しておりますサッカーに関しましては常にゴールを目指す攻撃なスタイルを掲げております 新戦力も加わりました。えー、全員が戦力です。えー、この全員とともに日々成長できるようなワンシーズンにしていきたいと思います。今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。えー、それでは新井みどり選手にお話を伺ってまいります、えー。まず共通の質問。チームの中でこの選手は一押しという選手を、えー、教えてください。はい。はじめまして。一発横半 SC ガルズキャプテンを務めます。新井みどりと申します。 注目する選手は背番号11番、河野樹里選手です。えっ、ー、と練習の後にシュート練習を行うんですが。まあシュートがすごく上手なので、そこを注目してほしいと思っております。ありがとうございます。えー、そして対戦相手、スペランツ大阪ということになりましたけれども。えー、対戦チームで気になる選手意識する選手いかがですか。はい、私の今お隣におります、かさりささん。 選手ですね。はい。えっと、速い、強い、うまい、三拍子、恐ろしいです。ありがとうございます。非常にわかりやすいフレーズをね、頂戴いたしました。えー、では、えー、最後になりますけれども。えー、日発、ええ、シーシーガールズの、ええー、横浜シーシーガールズのサポーターの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。はい。日発横浜シーシーガールズを愛するサポーターファンの皆さん。ええー、と。タイトルを目指して、日々切磋琢磨する仲間たちの。 姿を見に来ていただきたいです横浜をより華やかにそういった一言えっ、ー、ともっと思って私たち頑張ってまいりますので引き続き熱いご声援をよろしくお願いしますはいえー、ありがとうございましたスペランツ大阪そして日発横浜 FCC ガールズ選手監督の皆さんありがとうございます、えー、盛大な拍手でお送りくださいありがとうございました さあ、えー、それでは、えー、続いての対戦カードをご紹介していきます。えー、続いては、三月の十七日の日曜日です。ウインク陸上競技場、えー、午後一時キックオフ。エース・ハリマ・アルビオン対イガイフシー・クノイチ三重の対戦です。えー、まず、エース・アリマ・ハルビオン。小島美久選手、小野鈴香監督、イガイフシー、FC ・クノイチ三重常田真由選手、北村隆二監督。ステージへお願いします。小島選手、常田選手でお願いをいたします。 はい、えー、フォトセッションの時間です、えー、カメラの方を向いていただいて、えー、お願いいたしますはいありがとうございました、えー、それでは、えー、監督選手の順でお話を伺っていこうと思います、えー、まずはサリマ・アリベオン小野鈴鹿監督にお話を伺います、えー、どうぞよろしくお願いいたしますでは、えー、今シーズンの意気込みからお願いいたしますはい。はい 皆さんこんにちはエースハリマールビオンの監督の小野です。えー、昨シーズンはなかなか引き分け試合が多く勝ちきれない試合が多かったので悔しい思いをしました。えー、今シーズンはあ新たに経験ある選手を、えー、加えビートオール鼓動を響かせろをチームスローガンに掲げ、えー、アグレッシブで、えー、アグレッシブからあ素早い攻撃とそして えー、今年はスピードの緩急をつけた攻撃をできるように、ビルドアップの方にも力を注いできています。えー、応援していただけるすべての方々に、えー、熱い鼓動を感じてもらえるように、そして、えー、一試合一試合、すべての司会に、えー、打ち勝つ強い気持ちを持って、優勝を目指して戦っていきたいと思います。今シーズンもよろしししくお願いいまますありがとうございました えー、それではエース・ハリマ・アルビオン小島美久選手にお話を伺ってまいります、えー、共通の質問です、えー、チームの中でこの選手一押しという選手理由も含めて教えてくださいはい、エース・ハリマ・アルビオンの小島美久ですよろしくお願いします、えー、一押しの選手ですが、えー、自分ですと言いたいところをぐっとこらえて、えー、背番号9番の川崎紗也選手です 新加入選手なんですけど、えー、非常に得点力があって、ハリのえっ、ー、と攻撃的なえプ、ー、チームにフィットしているので、えっ、ー、と活躍を期待したいと思います。はい、ありがとうございます。えー、そして今回対戦相手意外と不思議くのいち名になりました。え対戦相手で意識する選手いかがでしょう。はい、えっ、ー、と背番号 2番の、えっと、西川飛鳥選手が、えっと、元チームメートになるんですけれどもゴール前での嗅覚という部分に優れているので警戒したいなと思いますが、えっと、非常に伊賀さんあの素晴らしい選手たくさんいるので、えっと、開幕戦いい戦いができるようにそして ともになでしこリーグを盛り上げていけるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。えでは最後にファンサポーターの皆さんに小島選手から一言アピールお願いいたします。はい、えっといつも応援ありがとうございます。えっとともに頂点を目指しましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。えでは続きまして意外シク久野市ミエ北村隆二監督にお話を伺います。 えまず今シーズンの意気込みそしてチームとして目指す目標の部分教えてください、えー、こんにちは以外福祉区の市宮監督北村です、えー、今シーズンはやはりサッカーをやる以上優勝を目指したいと思いますでチームとしては、えー、人数はベテランの選手も引退をしたり、えー、入れ替えが、えー、新加入が1人しか入ってこなかったというところもありますが、えー、昨年からの積み重ねをしっかり活かし で今シーズンはさらにスローガンでもある進化を求めチーム一丸となって戦っていきたいと思います。今シーズンもよろしくお願いします。ありがとうございます。えでは引き続きましてイガシクの一チミ常田舞選手にお話を伺います。え共通の質問、チームの一押し選手理由も含めて教えてください。はい、イガシークノイチの常田舞です。よろしくお願いします。えっと今シーズンの一押し選手は 今シーズン唯一の新加入選手である14番の増田玲奈選手です、えっと。いろんなポジションができる選手ですし左足の強烈なシュートがすごいので注目して欲していいと思います、はい、えそして対戦相手エース、播磨アルビオンに決まりました相手で意識する選手はいかがでしょうか播磨、えっと、さんで注目意識する選手はゴールキーパーの竹下選手です。 えっと2年間クノイで一緒にプレーした選手ですし、えっと彼女からゴールを奪うことを一つのモチベーションにしています。ありがとうございます。では最後になります。意外しクノイチ名のサポーターの皆さんに力強いメッセージお願いします。いつもご声援いただきありがとうございます。と支えてくださる皆様への感謝の気持ちを忘れずに一戦一戦熱く戦いたいと思います。 今シーズンもともに戦ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました、えー。エース・ハリマ・アリビオン、そしてイガイフシー・イイシークノイチミの一戦です、えー。ぜひ監督、選手の皆さんに大きな拍手お願いいたします。ありがとうございました。<laughs> えー、続いての対戦カード、3月の17日、日曜日、愛媛県総合運動公園球技場13時キックオフ。 愛媛 FC レディース対アサヒンテックラブリッジ名古屋の一戦です、えー、愛媛 FC レディース江ノキダ美咲選手、えー、そして、えー、愛媛 FC レディース餅月孝監督そしてアサヒンテックラブリッジ名古屋三浦桃選手、えー、そして森山康幸監督どうぞステージまでお願いをいたしますはい、えー、それでは握手の方をしていただこうと思います江ノキダ選手三浦選手握手をお願いいたします、えー、また、えー、フォトセッションの形ですのでカメラの方に向かってお願いいたします よろしいですかはい、ありがとうございますさあ、それでは監督選手の順番にお話を伺ってまいりますえではまず愛媛 FC レディース餅月隆監督チームとしての意気込みからお願いいたします、はい、愛,媛愛媛 FC レディースの監督します餅月ですよろしくお願いいたしますえー、と愛媛 FC は、えー、と若い選手が非常に多くて、えー、今シーズン、えー、スピーディーでより インティシティを強く新たな FC エディスのサッカーをお見せできるように就任当初から研ぎ澄ましてトレーニングをしています会場に来ていただいてぜひ愛媛のサッカーを見ていただいて一人でも多く何か感動とか刺激があるサッカーを見せれるように一生懸命選手とともに頑張っていきたいと思います今シーズンよろししくお願いいたします。 ありがとうございました、えー、続きまして愛媛 FC レディース榎谷美咲選手、えー、お話を伺ってまいりますまずは共通の質問です、えー、選手このチームで一押しですという選手を教えてください愛媛 FC レディースの榎谷美咲ですよろしくお願いします、えー、今年注目してほしい選手はえっと二十五番フォワードの田子夏美選手です去年新人賞も取って高校生なんですけど高校生とは思えないような フォワードでゴリゴリなドリブルとゴールに向かう姿勢を注目して注目したいです。対戦相手がアサヒンテックラブリッチ名古屋に決まりました。名古屋で意識する選手なんていらっしゃいますか。えっとここにいる三十八番三浦望選手と、はい、あと十番の高島瑠璃子選手で、えー、と二人とも日体大の先輩と後輩にあたって本当に二人とも経験豊富なのでそこに意識して試合したいと思います。 ありがとうございます。では最後に、姫 FC レディースのサポーターの皆さんに一言お願いします。いつも温かい応援ありがとうございます。今シーズンこそ結果で恩返しができるように頑張りたいと思いますので、今シーズンも熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございました。では引き続きまして、アサヒンテックラブリッジ名古屋、森山康幸監督にお話を伺います。今シーズンの意気込み、そしてチームとして目指す姿教えてください。 はい、あの朝、ー、日インテックラブリッジ名古屋の監督の森山です。どうぞよろしくお願いします。あのー、昨年は2位でした。もう目指すところは1つしかないと思ってます。選手も優勝を目指して頑張ってます、えー、チーム一丸となって、えー、戦っていきたいなと思います。あのー、ボールを保持するだけではなく、今年は本当にゴールに積極的に向かう、えー、前に進んでいくサッカーをしてしたいなと思ってます、えー、地域の人たちが元気になるようなサッカーをしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。 それではお帰りなさいになると思いますけれども、アサヒインテグラブリッジ名古屋三浦桃選手にもお話を伺いたいと思います。同じ質問です。チームの中で一押しという選手そしてその理由を教えてください。はい、アサヒインテグラブリッジ名古屋の三浦桃です。よろしくお願いします。一押しの選手は背番号十番の高島選手と背番号四番の立花選手です。その理由は二、えー、人とも チームの中ではベテランの選手たちになるんですけれども、やっぱりチーム内、チームのピッチ内での振る舞い方や。闘争心溢れるプレーっていうところを注目してほしいと思います。え、そして対戦相手が愛媛シ市レディースに決まりました。愛媛で意識する選手、いかがでしょう。はい、えっと、田子選手と榎谷選手のお二人です。えっと、田子選手は昨シーズン新人賞を受賞されていて。 フォワードでインパクトのあるシュートが魅力的ですしそこを警戒して失点ゼロで抑えたいと思いますそして、榎谷選手は日体大の先輩に当たるんですけれどもやっぱりともにボランチで一緒に組んでいたこともあって攻撃の時の関わり方とかビルドアップのうまさというのが魅力的な選手なのでそこに注意して試合に挑みたいと思います。 ありがとうございますでは最後にファンサポーターの皆さんに一言お願いいたしますはい、えー、いつも応援ありがとうございます、えー、今シーズンの目標は優勝です、えー、その優勝という目標に向かってえっ、ー、とアサヒンテックラブリッチに関わる全ての方々と共に22試合勝ち抜いていきたいと思います引き続き5000よろしくお願いします えありがとうございました愛媛 FC レディースそして朝ヒンテックラブリッジ名古屋監督選手の皆さんでしたどうぞ大きな拍手をお送りくださいありがとうございました三月十七日日曜日いちご宮崎新富サッカー場午後一時期交付ビアマテラス宮崎対スフィーダ世田谷 FC ビアマテラス宮崎加賀津飛鳥選手水永昌馬監督 そしてスフィーダー世田谷 FC 柏原美優選手上川昭彦監督どうぞステージまでお願いします今シーズン唯一の昇格組の宮崎ですさあ、それではまず握手をしていただきましょう加賀津選手柏原選手握手をお願いいたします音セッションのお時間ですよろしいでしょうかはいありがとうございますそれでは監督選手の順番でお話を伺ってまいりましょう えまずは、えー、ビアマテラス宮崎水永昌磨監督どうぞよろしくお願いいたします。え皆さんこんにちは。えー、ビアマテラス宮崎監督の水永です、えー。我々はあの昇格してきたチームなので、えー、常にチャレンジャー精神で一戦一戦アグレッシブに戦ってまいります。えー、そしてチームの、えー、テーマである地域の花になるっていうところでやはりち地域の皆様と、えー、いい雰囲気の中でホームゲームを やっていきたいと思いますので、えー、また頑張って優勝目指して頑張っていきますよろしくお願いしますはい、ありがとうございます、えー、それでは引き続き、えー、ビアマテラス宮崎加賀津飛鳥選手にお話を伺ってまいります、えー、まず共通の質問ですチーム内で一押しの選手理由も含めて教えてくださいはい、ビアマテラス宮崎八番加賀津飛鳥ですよろしくお願いします、えー、うちのチームの一番押しの選手は背番号十番の長富優里選手です 彼女は宮崎県出身ということもあり宮崎のサッカーを本当に支えてきた選手で彼女のプレーの特徴は体を投げ出してでもゴールを奪うところは本当に魅力的だと思うのでそこを注目してほしていいでですすありがとうございますでは対戦相手スフィーダー世田谷 FC 意識する選手教えてください、はいえー、今シーズン私たちはこの舞台で戦うんですけど、えー、2年前の皇后杯で世田谷さんとは対戦しました。 その際本当にどの選手もスピードだったりプレーの質がとてもすごかったので全選手に注目しているし意識していますありがとうございますさあそして昇格1年目宮崎にサッカーの花を咲かせるシーズンになりますファンサポーターの皆さんに加賀津選手から一言お願いいたしますはいえー、いつも応援ありがとうございます、えー、本当に私たちは地域とともにここまで歩んできて 本当にこの舞台に立てたのもサポーターの皆様の応援があったからだと思います。私たちはスピードのあるサッカーを目指しています。その中でもえっ、ー、と攻撃面は本当に自信もありますし、えっ、ー、とプラス今シーズンは粘り強い守備というところが注目してほしいポイントなので、そういうところも見てもらえればありがたいです。えー、あの本当に。 昇格して一年目ですけどえっと優勝を目指してますので応援よろしくお願いしますありがとうございますえそれでは続きましてスフィーダー世田谷 FC 上川貴彦監督お願いいたしますはい。皆さんこんにちはスフィーダー世田谷 FC 監督の上川貴子です四年目になります今シーズンのスローガンは新スフィーダー新しいスフィーダー世田谷 FC を作るべく選手スタッフ 一丸となって今日々トレーニングに励んでいます超ハードワークを武器にスフィーダを通じて世田谷それを実現するために頑張ってまいりますどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございますそれでは引き続きスフィーダ世田谷 FC 柏原美宇選手にお話を伺ってまいります共通の質問ですチームの中でこの選手一押しという選手理由も含めて教えてください フィーダー世田谷柏原美優です。よろしくお願いします。えー、注目してほしい選手は背番号四番の戸田由美選手です。えー、昨年、前十字靭帯断裂という大きな怪我を負って、えー。今シーズンは復活して、とてもパワフルなプレーが魅力的な選手なので。ぜひ注目していただきたいと思います。対戦外手、ビアマテラス宮崎、意識する選手いらっしゃいますか。はい、えっ、ー、と、背番号十七番の斉藤選手に注目しています。 えっと足元の技術はもちろんのこと圧倒的なボールキープの能力と得点力のある選手だと思うので警戒していますそれでは最後になります柏原選手からスピーダーのファンサポーターの皆さんに力強いメッセージお願いしますいつもたくさんのご援ありがとうございます昨年から大幅にメンバーが入れ替わり今年は新スピーダーということで一戦一戦 全力で戦って優勝を目指していきたいと思いますえ自チームの拠点の世田谷はもちろんのことえここにいる十二チームの皆さんとともになでしこリーグを盛り上げていけたらと思います今シーズンも応援のほどよろしくお願いしますはい、ありがとうございます最後に力強い素晴らしいメッセージ頂戴しましたビアマテラス宮崎そしてスピーダー世田谷 FC 監督選手の皆さんに大きな拍手を今一度お願いいたしますありがとうございました ということですべてのカードの紹介が終了いたしました続きまして試合の配信につきましてご案内をさせていただきます今シーズンも2024プレナスダデシコリーグ一部の試合を全試合各チームの専属実況者付きで YouTube にて配信を行いますまた今シーズン新たにこの YouTube 配信につき特別なアーティストの方にタイアップをいただいております ご紹介をさせていただきますご登場いただきましょう丸井さんですお願いしますどうぞ大きな拍手でお迎えくださいどうぞよろしくお願いいたします、えー、今日はお忙しいところ駆けつけていただきました、えー、ではまず最初に自己紹介をお願いしてもよろしいですか はい、えー、皆さんこんにちははじめまして、えー、先ほどご紹介に、えー、預かりました、えー、今回なでしこリーグの、えー、2024のタイプソングを書かせていただきましたまるりです。 さて、えー、マリンさんには今回なでしこリーグの YouTube での試合配信とのタイアップということで、はい、今あのかかっていた「ブレイブ」という曲ですね、はいえー、こちら、えー、曲の紹介をちょっとお願いしてもいいですかはい、えー、こちらの「ブレイブ」という楽曲なんですけども「ブレイブ」という意味がですねこのなでしこリーグのなでしこの,ナデシコの、えー、花言葉を、えー、調べたところ、まあ、勇敢という言葉が出てきてその勇敢を 和訳させていただいて今回「ブレイブ」というタイトルにさせていただいたんですけれどもやっぱりこう選手の皆さんのその勇敢な姿っていうのを曲の中に詰め込めればなと思って書かせていたただきました、はいまあ、今回タイアップということで、まあ、試合のね前後などにこう必ずこう流れる曲になるんで、えー、皆さんの耳に届くと思うんですけれども改めてどんな思いでこう曲を制作されたのか、えー、もう一度教えていただいてもいいですか。 はい、えっとこちらの楽曲なんですけども、えー、今回私自身もこうやって、えー、サッカーの、えー、楽曲っていうのを書かせていただいたのが初めてだったので、えー、まずこう私が選んでいただいたからには、えー、ちゃんと自分が伝えられる思いっていうのをしっかりと込めようと思って書かせていただいたんですけども、えーまあ、きっとこう練習する中で、えー、試合だけじゃなくて。 練習するその過程でもたくさんいろんな楽しいことだけではなくてきっときつい練習だったりえ試合にこう負けてしまった時の思いだったりとかそれぞれチームの中でいろんなこう思いがたくさんあると思うのでえ私もそれをこう想像ではあったんですけれどもえ想像しながらえ皆さんがきっとこうつまずいた時だったりえそういう時に。 聞いてあ、なんかちょっと練習頑張ろうって思えたりとか思わずこうグラウンドを走りたくなるような、えー、そういった曲にできればなと思って、えー、そんな思いを込めて作りました。 ありがとうございます。ぜひ選手の皆さんもね、あの試合会場に入るときにこう聞きながらテンション上げていただくと嬉しいですよね。めちゃめちゃ嬉しいです。はい。はい、さあ、えそれでは本日えね、このプレナスナデシコリーグ一部の選手の皆さんが開幕会見に参加をされていますので、ぜひマルリさんの方から選手の皆さんへメッセージを一言頂戴できればと思います。はい、選手の皆さん初めまして、マルリです。え今回本当にあの先ほどからずっと皆さんの まあお話ししてる姿だったりとか見させていただく中でこう自分のことだけじゃなくてチームの皆さんのことを考えていたりとかあとこう相手チームの強みとかそういうところまでめちゃくちゃこう研究してあのこのなでしこリーグに挑んでいるんだなっていうふうにすごく感銘を受けました。えー、私自身いいいいつもこう作詞とかはささせててててたただんんですけど皆さんの,その頑張ってる姿っていうのを見て こう作詞作曲も全て自分で頑張ろうという思いになってえ全部書かせていただけたのでそれってやっぱり皆さんの,その頑張ってる姿を見て私も頑張れたのできっと試合を見てるファンの皆さんだったりまあいつもこう近くにいる皆さんだったりとか本当にえ皆さんの姿でめちゃくちゃこう頑張れる元気をもらっていると思うのでえそのままの 姿で、えー、リーグ頑張っていただけたらなとこの曲をちょっとでもこう聞いて頑張っていただけたらなと思っております私もすごく応援しているので頑張ってくださいありがとうございましたありがとうございますファンサポーターの皆さんぜひ試合配信とともにマル西さんのブレイブお楽しみいただければと思いますマル西さん本日は本当にお忙しいところありがとうございましたありがとうございましたではどうぞお戻りくださいありがとうございます さ、えそれでは続きましてナデシコリーグの歴代最多出場記録365試合をお持ちで現在スペランザ大阪にて広報としてご活躍をされていらっしゃいます中野真奈美さんにご登壇いただきます中野さんどうぞステージにお願いをいたします在籍19年通算で365試合えこのリーグ記録を残して昨シーズン限りで引退をされました まずプレイヤーとしてのお話をお伺いしたいと思うんですがやっぱり中野さんというと何といってもあの黄金の左足、えー、絶対的な武器をお持ちでしたあの左足というのはどういうふうに私は物心ついた時から左足しか使ってなかったんですけど、えー、と母と兄も左利きでえっ、ー、と 左サッカーは左足しか使えないんじゃないかって勘違いしてたんじゃないかって思います <laughs> その中で常にもうじゃあ左足だけでっていうふうにそういった中なんですがそれでなん,、まあ、なんと365試合素晴らしい長い現役生活だったんですがあの普段のケアなど、まあ、気をつけた部分というのはどうういったたところでしたそうでしそすね私はあのケアはあまりしない方なんですけど、えっと、ストレスをためないこと えっと睡眠食事っていうのはすごい気を使ってました。やっぱりそういう規則正しさなんですね。で、あのもちろんこのなでしこリーグは仕事をしながらサッカーを続けるアマチュア選手が多くいらっしゃいます。あの中野さんも雇用先の企業で社会とつながっていらっしゃったと思うんですが、そういった中で何か出会い感じた部分っていうのはありますか。はい、えー、っと私はこれまでにいろいろな雇用先で働かせていただいたんですけど。 20歳の時に働いていた方といまだに連絡取ってたり野島ステラでも一緒に働いてた方と仲良くなって実家を行き来するようなそんな中になりましたそこからやっぱりチームをチームと女子サッカーなでしこリーグっていう興味を持って頂い,いて試合にも友達を連れて見に来るようになりました でそこからなのあそこからじゃないすみませんえっとなのであの働くことはあの女子サッカーにとってはいいのかなって感じますはいそこの出会いはかなりやっぱり大きかったっていうことみたいですねはいはいさあえー、そしてですねなでしこリーグはサッカーと幸せになるっていうスローガンをリーグとして 掲げているんですけれども中野さんにとってこのなでしこリーグにおける幸せ一体何でしょうか、はいえー、と今の現在の中野学美なんですけどサッカーを引退してもこうやってチームに関わらせていただいて引退してもこの会場でこの壇上に立ててるっていうことが私の幸せかなと思います。 そして2024シーズン、これから選手たちをね今度は支える立場になった中野選手ですけれども今シーズン、そしてそれ以降いろいろキャリアが続いていくなでしこリーグでプレーをしている現役選手にはどういった人であってほしいのかそれからどういうふうになでしこリーグでの時間を過ごしてほしいか教えてください、はい、私はあの伝えたいことは一つですただただサッカーを楽しむそういう時間を過ごしてほしいと思います。 えー、ということで、えー、本当に長い間お疲れ様でした、えー、引き続き一緒にねなでしこリーグ盛り上げていけたらと思います、えー、中野真奈美さんでした本当にお疲れ様でした <laughs> さあ、えー、トロフィーを囲むような形で選手の皆様集まっていただきました、えー、今シーズンも3月16日よりいよいよリーグ戦がスタートいたしますぜひ試合会場へ足をお運びください以上をもちまして2024年 プレナスなでしこリーグ開幕記者会見を閉会いたします今シーズンもプレナスなでしこリーグはさらなるレベルアップを図ってまいります日本女子サッカーの発展のため努めて参りますので今後とも日本女子サッカーリーグどうぞよろしくお願いいたします本日はお忙しいところお集まりいただきましてそして配信ご覧いただきまして誠にありがとうございました